NPO 法人芸術家の村の沼田さくら子と申します。私の方からですね、今日エシカルフィーフォワードというキャンペーンをご紹介させていただきたいと思います。まず最初に皆さん、エシカルという言葉ご存知の方ってどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。あ、ちらほら、ありがとうございます。エシカルというのはですね、例えばオーガニック、フェアトレードとか、そういう倫理的に良いとされるものっていうのをエシカルってまとめて言いましょうっていう言葉になります。エシカルというのはそういう意味になります。総称して言うとですね、いろんなことに思いを馳せて丁寧に生きるっていうことが、エシカルの生き方なのかなというふうに思っております。で、私たちは何をしたいかというと、そのエシカルペインフォワード、エシカルということをいろんな人に知ってもらいたい。商品を選ぶときにそのエシカルという選択肢があるよということをいろんな人に知ってもらいたいと考えています。で、ただエシカルいいよと言われても使ったことがないとどんなものがいいのかっていうのがわからないということがあると思いますので、まずはエシカルっていうものを知ってる人から知らない人にギフトという形でお渡しできるような一新サイトを作りたいなと思っております。で、ギフトという形で使ってもらうことで、その良さを体験していただきたいというのが一つあります。で、もう一つこのキャンペーンの肝になるのがペイフォワードの部分です。ペイフォワードっていうのは昔映画になっていたと思うんですけども、ハリー君とかケビン・スペーシーとかですね、が出ていた、その自分が相手にしたことをその相手から自分に返してもらうではなくて、次の人に恩送りという形でつなげていくことでハレーションを生むというものがペイフォワードなんですけども、そのペイフォワードっていう形でギフトを送られた人がその次の人にエシカルを伝えていってくださいというような、つながりがあるような、エシカルのキャンペーンをやりたいというふうに思っております。で、皆様にご協力いただきたいのがですね、この、EC サイトが4月の3日にオープンする予定になっておりまして、3月14日にそれに先立ってこういうことをやりますということをキャンペーンとしてリリースする予定になっているんですけども、そのリリースをぜひご興味ありそうな方にシェアしていただきたいというのがあります。で、もう一つがですね、このペイフォワードというキャンペーン、どこまで続くのかちょっと分からないところではあるんですが、今年の12月25日まで続けて、どのぐらいこう事例がつながるのかというところを見たいなと思ってます。なので4月の段階でスターターとしてギフトを送ってくださる方を200人集めたいなと思ってます。ぜひご興味ある方、ご自身でなくても、もしお近くにですね、エシカル好きな方いらっしゃったら、このキャンペーンご紹介いただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。